は何をしてるんですか？今日はちょっとみんなが元気になったね、うん、うどんです。お、今日はうどんということでうどんしたいと思いますよ。楽しみ、うん、あ、これはうどんの麺ですね。そうそう、これあの、うどん屋さんで買った生麺を冷凍していました、うん、あ、はい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 。でこちらが天ぷらのようですね。今日はさつまいもと、うん、ちくわとエビとかしわだよ、うん、おー、いいね。今日豪華だよ。今日のうどんは何うどんですか？今日のうどんはですね、うん、これこれかの、うん、かのか、かのか、香川県のね、そうそう、かな、香川県の、うんうん、永田院かのかの小だし汁をネットで注文してて。なるほど、うん、それか買いに行ったのかね。これ買いに行ったんかもしれないね。そうだ、うんうん、ね、そうそう、道後温泉の買いに行ったのかな、うんうん、で買って帰ってて、うん、それを冷凍保存していました。はい、楽しみだね、うん、まずはちょっとさつまいもから揚げていくね。はい、で今日はね、うちにゲストが来というね。あ、ゲストいますね、うん、あそこにね。あそこにゲスト、見えますか、皆さん。あそこにね、ゲストがいます。かわいいゲストがいますよ。で、娘もだいぶ体調が良くなったのでね。うん、もう、うん、普段通り過ごしております。そうね、はい、もう来週から学校に行けそうです。よかった。うん、で娘は和室ですが、一、うん、人、あそこにゲストがいます。ゲストがいますよ。めいちゃん、めいちゃん、こっちだよ。あ、むいた、むいた、ちょっとじゃあ、めいちゃんのところに行ってきます。いらっしゃい。めいちゃんめいちゃん、めいちゃん、どうもだ、ん、うん、なんか言っためちゃ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 我が家のめいちゃんです。たまに来るね、最近ね。まずさつまいもです、うんうんうん、久しぶりにかあけもが食べられるね。うん、食べられる。そう、明日まではちょっと療養期間でね、外出できないからね、はい、うん、ちょっと家で楽しみましょう。美味しそう、うん、次はちくわね。ちくわです。ちくわが僕は一番好き。おいしい。ちょっとちくわ今日これだけしかない、うんうん、もうちょっと冷凍見てみようかな。あるかな。いいよ、それで。こんな感じ。今日は、うん、エビと
柏、柏ね、うん、これも味をつけてもう冷凍させていたんよ。それ何、柏、うん、鶏むねとエビ、これエビね、うん、回ります。うん食べるわ、丸亀製麺とか行ったら、うんうんうん、食べやすいよね、食べやすいね、うん、おー、美味しそう、美味しそうエビ好きなだけどうぞ。贅沢。いや贅沢よ。いいね。こんだけあるよ。いやーすごい。エビ。すげえすげえ。エビ祭り。やっぱり、うん、やっぱり？他、どんだろう、
ただきます。皆さん、はい、だいぶ元気になってよかったな。はい、やってください。はい、食べよう。はい、ちょっと食べよう。あ、いい、食べて。うますぎ。うますぎ。え、なんとめよう。え、かしわもらおう。あ、なんか、あ、やべ、散らかした。すいません。やっぱ左かな。なんか左か。うん、こっちの方いいかも。器を紹介お願いします。はい、器紹介します、はいはい、こちらの鶏皿は、うん、福岡県新東坊白石さんのお皿です、うん、はい、ね、あの塩が見えて、うんうん、すごい、ね、いいよね、こういう時、うんうん、で、このそばチョコは、うん、戸部焼雲石窯さんの四角四角です。はい、そうだね。こちらは広島県のコスモス窯さんの、うんうん、はい、おどんぶりみたいな。そうだね、うん、どんぶり。この間買ったね、12月に、はいはい、それとこれは無印良品のトレーの中です。うん、で、マグカップもこれ戸部焼雲石窯さんで、はい、そうだね、はい、はいはいはい。それと、これもね、同じね、コスモス窯さんの。そうだね、うんうん、娘の鉢もね、はい、どんぶりも、はいはいはい、それから、これがですね、うんうん、熊本県のやつかな。熊本県の阿蘇焼きかまもとのプレートで、はい、ちょっとこれ、はい、見にくいけど、うんうんうん、大皿で使いやすい。そうだね、でこちらも同じシリーズ。あ、これも阿蘇焼きかまもとのこのプレート買って。はいはいはい、うん、なるほどね、はい、これは昔からある、あの、母が持ってるので、これ直火 OK なものです、うん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 、なるほど、はいはい、はい、で、夫のマグカップも、うん、戸部焼雲石窯さんです。はい、雲石窯さんです、うん、はい、戸部焼。で、これはハサミ焼きですね、うん、ハサミ焼き、ハサミ焼きの丼ぶりです。はい、はい、めちゃくちゃ美味しいよ。美味しいね。なんか食べられる。うんうん、うん、食べてください。うん、箸はうまい。うまいうまいですか、エビは。よかった。さつま芋もいいね。さつま芋ね。ちょっと甘いのがいいわ。うんうんうん。うん、美味しそう。美味しそう。大丈夫よ、うん、父さんのラスイチあったよな。あ、まだある。ラスイチのチーズケーキある。チーズケーキある。まだある。これはオレオ入りの。そう、オレオ入りだよ。チーズケーキ。そう、うん、お母さん手作り。手作りです。あ、いいですね。で、娘ちゃんが一番大きそうなの取ったよ。これ、あ、でかい。で、これ姉が持ってきてくれたイチゴ。嬉しいね。で、ここは、うんうん、これうちのあれね、うん、お母さんが、僕の母がくれたマグカップね。
娘絶対これでココア飲むね、うん、はい、いいですな、うん、まあ、今回のチーズケーキは確かちょっとこう中がしっとり、そうなん、しっとりね、うん、しっとり系ね、うん、んでビスケットなしの、うんうん、全部オレオでやったから、オレオのこう、うん、美味しいですか？ポテトはこれでしょうか、うん、あとはモスで今日、今日はね、久しぶりに買ってきたから、はい、じゃあポテトをセットしておきます、はい、いっぱい買ってきたね、もうさ、どれぐらい行ってないかな、そうね、インフルエンザもあったけどな、おー、1週間ぐらいだね、もう何もなくなって、この前も使い切ったもんな、冷蔵庫整理で。めっちゃ買ってきたよ。わあ、結構買ってきましたね。そうそう、もうね、じゃがいも、人参、玉ねぎとか、うん、あのキャベツ、白菜、はい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 、あとほうれん草と、あとまた小松菜するわ。あ、小松菜ね。で、卵も今日、卵がだいぶ最近安くなったな。うん、で、キャベツがこれ1個買ったんだけど、うん、もう1個行ったお店で、これが130円とかで。130円、安い。もう、なええー、なと思って買った。いいね。しっかり食材がまた補充されました、うん、はい、ありがとう、ね、今日はじゃあもうお昼はモスバーガーということでね、うん、はい、さあ今日のお昼は妻が買ってきてくれたモスバーガーです。皆さんモスバーガーは食べられたことありますか？美味しいよね、美味しいよね、モスバーガーは。そう、で、うん、何を頼んだかというと、うんうんうん、私はモスとびきりチーズです。あ、とびきりチーズね、うん、これがもう出てから、うん、なんかこれを食べてからはもうずっとこれです、うん、なるほど。あとモスチキンです。あ、鶏肉、うん、チキンね、うん、で夫はこれは、こっち照り焼きかな、うん、これは照り焼きバーガーとモスバーガー、あ、モスバーガー、うんうん、シンプルなんですね、はい、うん、それでお店では頼まなくて、うん、ノンフライオーブシェフで冷凍ポテトを、うん、はい、あの温めました、はい、はい、食器紹介します。はい、これはアラビアですね、アラビアのアベック、うん、アベック、うん、大きいので、うん、こんな感じでワンプレートみたいに、
できますね、はい、でこれは無印良品のトレー中です、うん、中サイズねで、うん、これがマリメッコのマグカップ、うん、はい、レッドとブラックです。はい、僕はブラック、ツナはレッド、はい、それとこれはハリオのオリーブウッドスタンドです。うん、そうね、ね、これいいね。これね、すごい注ぎやすい金筒のミルクピッチャーです。うん、金筒っていうんよね。そう、うん、なんかコーヒーのとかいろいろそういうのでもね、有名だよね。でこれは、うん、そうそう、このままね、直火、オーブン、うん、大丈夫な、電子レンジオーブンで、マシコ焼きです。マシコ焼き、おお、すごい、ね、そう、陶器市で500円だ。うーん、あー、安い安い、こんな感じです。はいはい、ではいただきまーす。おいしそう。めっちゃおいしい、食べきりチーズ、めちゃくちゃおいしい。ハンバーガー、あ、モスバーガー、モスバーガー、うん、うん、うまい。ネギトロ丼。あ、ネギトロなこれ。そう、今日買い物ね、私ちょっと久しぶりに撮って、うんうんうん、食べれそうということでよかったです。今熱下がったね。どうぞ。美味しそう、はい、よかったよかった。今日初めてのご飯やね、うん、今5時過ぎですよ。喉がねずっと痛いよとか、うん、いつも今下がったみたいで、うん、美味しい、美味しい、よかったよかった。まあ、結局お医者さんのところで検査して、うん、コロナも陰性、うん、インフルエンザ A も陰性、うん、インフルエンザ B も陰性ということで、うんうんうん、まあ風邪でしょうということでした。だから、まあ、うん、ちょっと今回ね5日間も熱が出たから、うん、まだちょっとね喉がぶり返したのかな、うん、そうやな、学校な月火行ったけど、うん、ちょっとね体がまだまだあれだったかもしれんね、うん、なんか今日病院行ったら、うん、先生が、うん、別の人ではインフルエンザ A にかかって、うん、また別のインフルエンザ A にかかったって、うん、なんかそういう言い方面白かったから、まあ、うん、必ずしもね、なったけんもならんいうことも、そうそう、ちょっと型が違ったらね、うん、なったりするからね。でもよかった、うん、検査してな、はい、じゃあしっかり食べて、デザートもあるよ、うん、デザートも食べてな、いっぱいあるよ、うん、いっぱい買ったよ。美味しいもんいっぱい食べて今日はね、うん、でまた早く寝ましょう。